皆さんこんにちは。1月の中旬、もう折り返しですよね。これから大寒、まもなく入りそうですね。でもちょっとここ 2、3 日暖かいですよね、うん、でこの間ね、連休も終わり、うん、ちょっとこうお正月気分抜けましたか、うん、まだ5年溜まってますね。それ溜まってるんじゃなくて、はい、脂肪になっちゃって、これお餅じゃないですか。まあほとんどお餅でできてます。私は若いさん、お餅大好きなんですよね。お米系が大好きですけどね。ご飯、お米、おせんべい。ちょっとまだまだお正月気分がね、抜けてないようなんですが、はい、辻尾係さんはお餅はどうやって食べるのが一番好きですか。僕はまあもちろんこう理想はですよ、はい、昔の火鉢で、はいはいはい、炭があって、はい、網乗せて、今日も寒いね、冷えるねって言いながらこうお餅乗せて、あちゃ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 って言いながらひっくり返して、あちゃ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 って食べるのが好きですけども、それでお醤油、磯辺、そう早く食べたいんで、もう今オーブントースターでパンとチンってやって、そうなんです。もうお醤油たっぷり塗って、それを塗り4枚ぐらい巻く、はい、あの結構雑用係さんはトースター派なんですよね。そうですね。で私はガスコンロの上に網を乗せて、こう雑炊とかね、あ雑炊じゃないですね、あのお雑煮ね、作りながらこう、はい、横でねひっくり返し返しながらぷくってこう膨れて、うん、ポーンってこう弾けるのを見るのが好きです。のがいいですよね。トースター派、網派っていう感じでしょうね。そうですね。でもそろそろね、お正月気分もう出してくださいね。そうですね。これからトレーニングですね、この後。でもほら、寒い冬はある程度蓄えとか。いや、もともとありますから大丈夫です。それ以上は。はい。ね、まあそんな感じでね、お正月も終わり、感じにね。でこう気分がもうね、春って感じですよね。あの夕方の空がね、本当明るくなってきましたよね、はい、でまたこうお花屋さんにね、並ぶお花もね、うん、本当変わってきましたよね。黄色いチューリップとか見ると ね、はい、ね、まだ早いですけども春を感じて、途中からさ、後ろ見ましたけどこれバラですからね。あ、バラ今何て言いました。チューリップです。やっぱりまだお正月のようですね。そうですね。はい。なんかね、こう色がね、はい、本当黄色とかね、うん、そういったものが多くなったなっていう感じます、はい。はい。でもまだまだね、赤いチューリップとかね、可愛いですよね。はい。ということで、まあ、あの座長係さんのお持ちから、はい、はい、ちょっとアリッカというとても似ても似つかないものなんですが、はい、難しいですね。お持ちからここに持ってこなくちゃいけないわけですね。はい。でまあ、お正月の過ぎ、はい、まあ、本当に、まあ、まだ遠いですけども春をね、うん、こう感じながら先を明るくということで、ね、お部屋がね、やっぱりだいぶ光も変わってきましたからね。12月と違ってだいぶこう光だけでも春を感じになってきましたんで、それに合わせるように、はい、北欧はフィンランド直送で、はい、アーリッカの、はい、かわいいね、はい、木工雑貨が出てきましたんで、はい、そちらのご紹介と、はい、マリメッコとのコアのお届けいたします、はいはい、ぜひね、楽しみにね、うん、見ていただけたら嬉しいですね、はい、はい、最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでまずアリカからですね、はい、はい、こちらリンゴの壁掛けですね。そうですね、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、このリンゴにね、アーリッカって書いてあるんですよね、はい、葉っぱは本革ですね、はい、本革でできてて、後ろにこうかけるようになってます、はい、ここにね、またこの壁、立てかけでもいいですね、こうやってね、いいですね、うん、はい、ちょっとこの辺が横からこう光が入ってくるお部屋にね、はい、この濃淡が出るといい感じで、いい感じですね、お部屋に入りますね、はい、こちらは赤いチューリップのモミールですね、はい、チューリップいいですね、これからの季節、いいですね、はい、こう、チューリップはここになった、ここになったんですかね、結構長いですね。でもまあこうやってこうやってそうですね、ご家庭にあったね、お部屋にあった長さでね、うん、
飾っていただくと可愛いです。はい、大丈夫ですか。はい、可愛いですね。かすかな風にね、ね、こう回って、はい、素敵ですね。はい、こちらは猫の着物ですね。はい、はい、これこう持てるの、かわいそう、かわいそう、かわいそう、痛いっつって失礼いたします。多分70年代かな、はい、あの白樺の木ってこう年輪が結構緩いんですよね。その白樺の木をこうくり抜いて作ったね、はい、このヴィンテージ感がありますね。いいですね。お香の長い暮らしを見てきたんでしょうかね、はい、ちょっと置いておくと可愛いですね。可愛いですね。ね、はい、こちらは小鳥ちゃんのモビールですね。はい、麻美をね、つけさせていただきました。で、ちょっと訳ありなんですよね。そうですね。ここはあの尾っぽが2本入ってるんです。こっちで1本しか入ってない。ここはね、はい、なくなってるんですが、まあ正面から見る分には気づかないかなみたいな。うん、そうです ね。赤い実を食べに来た。はい、小鳥という、はい、さっきうちのベランダにも来るんですよね。そう、小鳥、うちの野菜を食べに来るんですよ、はい、ベビーリーフをね、はい、お気土産していくんですよね、はい、朝からね、はい、こちらがキャンドルホルダーです。とキャンドルですね、はいはい、こうやって飾って置いておくだけでも癒されますね。そう、あの部屋に温かみがあるんです、はい、こういうアクセントが大事なんですね、歩行テイストの部屋っていうのは、ね、はい、で台座はこちらも白樺の木ですね、はい、白樺の木ってね、こう柔らかいんですよ。だからあんまこういうこう成形するものに不向きなんですが、あえてねフィンランドですから白樺の木でね、でも素敵なこういうね、素敵です、木目もまた、はい、楽しめます。未使用ですね、はい、古い時代のものですが未使用ですね、はい、2個セットになります。はい、小鳥の爪楊枝入れ、はい、赤と、白っていうか、まあ、無垢ですね。ですね、はいはい、これは別売りになります。はい。はい、爪楊枝が入ります。いいですね。はい、ちょっとパーティーとかね、人が来ると、はい、こんなので、こう爪楊枝ね。テーブルのこうアクセントにね、可愛いです。可愛いって言って、これでね、はい、会話も始めますね。盛り上がります。はい。そしてナプキンホルダー、はい、初ですね。こちらは無垢の小鳥ちゃんで、こちらは赤いチューリップ、はい、お部屋のアクセントにもいいですよね、うん、ペーパーナプキンなんかね、こういうふうにこう、うん、またこのカードでもいいですね、こうカードね、いいですよ。あとコーヒーフィルターとかね、そう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 、こんな感じでね、はい、我が家も使ってます。はい、そしてリンゴのペンダでですね、はい、こういうテーブルの上にメモ用紙としてアクセントね、そうですね、さあ私の係りさんね、お買い物リスト書きますからね。そうなんですよ、最近お買い物行ってきてっつってね、あの5つぐらいまで覚えられるんですけど、5つこれちょっと覚えられないんですね子供の使いみたいな思い出せないと電話かかってきます、ね、はい、やばいですね。でもね、こういったちょっとしたね、あのメモでね、お帰りなさいとか、いってらっしゃいとか、ありがとうって、うん、恥ずかしくてね、こう正面切って言えないこともこういうメモでね書いておくと嬉しいですね。はい、はい、でこちらはダクちゃんのね、アルルってですね、彼の名前アルルってですね、おこっちでもこっちでもアルペンダントになります。かわいいです、かわいいです。ダクちゃんのね、あれもなかなかね、そう見つからないですからね。ないんですよ。で、あとこちらは赤いリンゴのメモホルダーですね。はい。まあ、こうメッシュサイズぐらいのものをこうやって、お帰りなさい。玄関に置いていらっしゃいませ。ね。今日は会社休みますって。次は、はい、小鳥の着物ですね。黒、渋いですね。黒ね、黒なかなかないですね。なかなかないんですよ。一応今回2個ね、はい、入ってきましたが、別になりますけどね。はい、
コンディションがそれぞれ違いますんで、うんうん、こうペーパーウェイト代わりにもいいですね、こういうものがね、飛ばないようにね、はい、ちょっとメモと一緒にこう置いておくと、はい、夏なんか窓開けてフィワーっていっちゃいますけどね、あとエアコンの吹き出しがフワーっていっちゃいますから、ね、私店長もフワーっとどっか行っちゃいますからね、うん、しょっちゅうですよね、フワーってなかなか帰ってこないですよねはい。そして、これぜひね、窓辺に置きたいチューリップ3個セットです、こちら。かわいいですね。小さいけどもなんか、うん、すごいお部屋があったと思います。なります、ね、はい。で、あちらはこちらも、チューリップ、こちら3本入ってますね、はい、これもいいですね、これもいいですね、うん、どっちも好きです。これ置くだけでもお部屋が変わりますね。これにね、なんか持っているね、置くものか何か一緒にね、はい、はい。そして最後は、はい、トレイですね、はい、アリカって入ってますね。しっかりなんか刻印がガンと押されてます、うん、修正材をこう削ったんですね、削って、はい、なんでこういうことができるかって、そもそもアリカという木のボタンメーカーだったんですね。そうなんです。白樺の木とか持ってきてこう削ってボタンを作るっていう技術を持って、これ木工雑貨を使った原点なんです、ね、はい、得意分野です ですね。これ2人分ぐらいちょっとマグカップとそのお菓子かなんか、ね、映画見るときとか、はあ、ちょっと夜ビールいいですね、ちょっと軽く一杯やろうかなっていうときね、はい、二人暮らしにいいですね、はい。これちょっとですね、ちょっと高くしますね。あ、ちょっとこう若干ちょっとこう斜めになってる、ね、あ、木のものですからね。そう、どうしてもこう多少こう歪みが入っちゃうんですよ、はい、まあ、使う分には問題はございません、ね、はい、はい、以上となります。はい、なんか可愛いものいっぱいで楽しみですね。そうですね、本当こう、はい、木のものってぬくもりがありますから、はい、布もそうじゃないですか、はい、こうすごい相性が良くて、本当こう北欧では大事にされてるんです ね、はい、はい、ぜひこの後は引き続き、はい、はい、マリメッコとホコールのお届けいたします、はい、こちらもお楽しみに。